皆さんこんにちは。 AKB48 の神セブンで絶大的人気を誇っていた大島優子さん、頑張り屋さんでいつも元気いっぱいな大島優子さんは AKB48 を卒業した現在も変わらないかっこよさがありますね。 AKB48 の17枚目のシングルで初センターを飾ったヘビーローテーションでの大島優子さんは弾けるような笑顔がキュートで今でも忘れられません。現在はすっかり演技派女優になられ、仕事が順調な上、私生活も充実されているようです。そんな大島優子さんは2021年7月29日俳優の林遣都さんと結婚されたことでも話題となりました。今回はお二人の馴れ初め、子供、結婚の決め手や交際がバレなかった理由、方法についてご紹介していきます。最後までご視聴いただけますと嬉しいです。大島優子さんの結婚相手で晴れて旦那となった林遣都さんは大島優子さんよりも2歳年下だそうです。大島優子さんが32歳、旦那となった林遣都さんが30歳の時の結婚となりました。そんな林遣都さんについて簡単にご紹介します。名前林遣都、出身地滋賀県大津市、職業俳優、生年月日1990年12月6日遣都って一見読めない人もいらっしゃるかと思うのですが、これは本名でもあるそうです。大きな都市で成し遂げるようにという思いを込めて名付けられた通り、一流の俳優となった上、一流のアイドルと結婚まで成し遂げちゃいましたね。芸能界入りしてわずか2年で映画バッテリー主演に抜擢されると、その演技が高く評価され日本アカデミー賞を受賞します。その後もキネマ旬報ベスト10など数多くの賞を受賞し、若手の時から一流俳優の階段を着実に上ってきた実力派俳優さんです。大島優子さんの旦那となった林遣都さんとは一体どこで出会い交際に発展していったのでしょうか。大島優子さんの旦那となった林遣都さんの最初の出会いは2012年8月に公開された映画闇金牛島くんでした。当時大島優子さんは母親の借金を肩代わりしたことで牛島くんから取り立てを受け負い、詰められていくヒロイン役を演じていました。旦那の林遣都さんは大島優子さん演じる未来の幼馴染でイベントサークルの代表小川淳役を演じていました。この映画牛島くんでの共演が最初の出会いとなり、二人は友人関係になりました。大島優子さんと旦那の林遣都さんの二人が交際に発展したきっかけは2つあります。一つは2019年に放送された NHK 朝ドラスカーレットでの共演での再会でした。二人は主人公の戸田恵梨香さんの幼馴染役でした。姉御肌の戸田恵梨香さんは人見知りで共演者となかなか打ち解けられない林遣都さんを気にかけ、大島優子さんに林くんをご飯に誘おうと誘い、一緒に食事に行ったそうです。この日をきっかけに林遣都さんは共演者のみんなと打ち解けることができたのだとか。ある意味キューピッドは戸田恵梨香さんだったのかもしれませんね。スカーレットの時にはまだ交際はしていませんでしたが、2020年新春に放送されたフジテレビ系表情でも共演したことがきっかけとなり交際が始まったそうです。2020年夏頃のことでした。大島優子さんは積極的に現場の共演者などに声をかけ、現場を盛り上げる人ですが、林遣都さんは人見知りのため大島優子さんの自分にない部分に惹かれたのでしょう。大島優子さんは2歳年上で自分と対照的な林遣都さんが気になり、彼の人生相談に乗ることもあったのだとか。そして林遣都さんから大島優子さんへ交際を申し込み、晴れて恋人関係になったそうです。2012年に映画闇金牛島くんで初共演を果たした2人でしたが、当時から林遣都さん好きなアイドルは大島優子と話していたほど好きなタイプだったようです。2人が出会った2012年といえば、大島優子さんはアイドル全盛期でまさに AKB48 のトップになっている時で、林遣都さんだけでなく芸能界でも高嶺の花の存在でした。そんな高嶺の花だった大島優子さんと7年の月日を経て共演で再演した頃には
双方それ以前の恋が終わったばかりで、タイミングも良かったのではないでしょうか。また大島優子さんは幼い頃両親が離婚をしていて、父親に育てられたことから、私はファザコンと本人が言っているほど育ててくれた父親に感謝と尊敬をしている良い娘さんです。そんな尊敬している父親が数年前に再婚したことで、自分がいつもそばにいなくても大丈夫と安心したのではないでしょうか。と運命のタイミングが重なり、林遣都さんとなら温かい家庭を築けると思ったのかもしれませんね。大島優子さんと旦那の林遣都さんの交際が結婚発表まで世間に知られなかった理由は2点あります。1つは戸田恵梨香さんを参考にしたのではないかと言われています。戸田恵梨香さんと大島優子さんの2人は2013年の映画劇場版スペックで共演して以来、プライベートでは親友関係にあります。その親友である戸田恵梨香さんは2020年、俳優の松坂桃李さんと人知れず交際をしていて、電撃結婚したことでも話題となりました。つまり戸田恵梨香さんのやり方を参考にしたのではと報じられています。もう一つは、とにかく人に気を配れる大島優子さんの性格や人柄にありました。大島優子さんは過去の恋愛報道で世間が騒ぎになった経験もあり、今回は真剣に結婚も考えていた上、コロナ禍もあってファンや仕事仲間に迷惑をかけないように徹底的に秘密を貫いたのではないかと言われています。結婚まで極秘交際をしていた背景には、 AKB48 時代からの神対応で有名な大島優子さんだけあって、ファンへの思いやりが関係しているのでしょう。そして2人は人に絶対に見られないように自宅デートを重ねてめでたくゴールインとなりました。大島優子さんと林遣都さんの交際報道は一切報道されていませんでしたが、匂わせはあったのでしょうか。インスタやツイッターなど調査してみましたが、匂わせと思われる投稿は一切ありませんでした。大島優子さんと林遣都さんはお互いのご両親にもすでに挨拶を済ませ、結婚の報告をしているそうなので、極秘交際、結婚の徹底ぶりにはすごいなと感心してしまいました。大島優子さんと林遣都さんの間には2022年現在まだ子供さんはいらっしゃいません。しかし大島優子さんは32歳での結婚で、出産を考えると高齢出産に差し掛かる年齢なので、子供さんのことは2人で早々に真剣に考えているのではないでしょうか。近いうちに妊娠発表もあるかもしれませんね。夫婦揃って美男美女で可愛い子供さんに間違いないでしょうから、今から楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。